1987年の初代ロックマンの誕生から20周年、新生ロックマンプロジェクト始動。今エグゼシリーズの遺伝子は一人の少年に託された。流星のロックマン、ペガサス、レオ、ドラゴン、3つの力が君とつながる。物語の舞台は遥か未来の世界。ネットワーク技術はさらなる発展を遂げ、人々はトランサーと呼ばれる携帯端末によって日常的にネットワークにアクセスしていた。主人公となるのは心優しき少年、星川スバ。彼は父親が行方不明になった事件のショックから立ち直れずにいた。ある日、スバルは展望台で父親のことを思いながら父が残したビジュライザーを装着した。するとスバルの目の前には果てしない電波の世界、ウェーブロードが広がり、そこに宇宙から来たという FM 星人のウォーロックが現れた。あまりの出来事に驚くスバル。そんな時、突然彼らを電波ウイルスが襲った。危機を逃れるため、スバルはウォーロックに従い彼との融合を試みる。電波変換、星川スバル、オンエア。ウォーロックとの融合に成功したスバルは、ロックマンへと変身。ウェーブロードを駆け巡り、電波ウイルスを倒すんだ。電波の世界でウェーブバトル。流星のロックマンは敵とのエリアに境界線がない 3×5 列のバトルフィールド。襲いかかる敵の迫力もロックマンの視点で体験できる。君もロックマンになって熱いバトルに挑め。ウェーブバトル中には下の画面にバトルカードが表示される。さまざまな攻撃力、攻撃パターンの異なるカードが選択できるんだ。ロックオンモード発動、ウォーロックアタック。バトル中に方向キーの下を押すと、ウォーロックが敵をサーチしロックオンすることができる。ロックオンした状態でソードなどの近距離攻撃を行うと、ロックマンがウォーロックのダッシュ力を使って敵の目の前に瞬間移動し攻撃をヒットさせるぞ。手強い敵もロックオンを駆使して確実に倒せ。流星のロックマンでは友達と通信をすることによりその友達と特別な関係を結ぶことができる。これが友情の証、ブラザーバンドだ。友達とブラザーバンドを結ぶことによりロックマンの能力や攻撃力がアップ。これをリンクアビリティと呼ぶ。結んだ人数や相手の状態によりリンクアビリティは変化するぞ。またブラザーバンドを結んでいるとバトル中に特別なバトルカードブラザーフォースが表示されるようになる。このブラザーフォースを選択すると友達が登録したお気に入りのバトルカードであるフェイバリットの中から1枚を使用することができるんだ。そしてブラザーになった友達とオンエア状態になればリンクアビリティやフェイバリットのデータを最新のものに更新することができる。ブラザーのレベルアップに伴って自分もパワーアップできるんだ。またオンエア状態のブラザーと同じバトルカードを持っていればそのカードの攻撃力がアップするぞ。さらにオンエア状態でブラザーフォースを使うと友情が生み出す最強の連続攻撃ベストコンボが発動。そのブラザーが登録した強力なベストコンボを使って敵に大ダメージを与えることができるんだ。つまり友達のデータを集めることで自分のロックマンをより強くさせることができる。ブラザーバンドを結べる人数は最大で6人。君なら誰と結ぶ？究極の変身能力、スターフォース。流星のロックマンは3バージョンそれぞれ異なる進化を遂げる。水の属性を持つロックマン、アイスペガサス。炎の属性を持つロックマン、ファイアレオ。火の属性を持つロックマン、グリーンドラゴン。そしてこれが進化したロックマンだけが放てる究極の必殺技、スターフォースビッグバンだ。敵を瞬時に凍らす氷の柱、マジシャンズフリーズ。敵を焼き尽くす炎の波動、アドニックブレイザー。全てを飲み込む緑の竜巻、エレメンタルサイクロン。そしてなんとスターフォースはブラザーバンドシステムとも関連が。別のバージョンの友達をブラザーに登録すればそのバージョンのスターフォースに変身することができるんだ。進化を遂げた3つのド迫力パワーを君も体感しよう。2006年冬、
任天堂 DS で新たなロックマンが誕生する。ブラザーアクション RPG 流星のロックマン。